ジャズ喫茶バリレラのおいちゃんです。今日はですね、アルトサックス奏者のレコードをお書きします。お待ちください。はい、始まりました。耳慣れたメロディーがで始まりましたけども、今日お届けするレコードはこちらです。はい、今日お届けするのはソニー・クリスというアルトサックスプレイヤーです。その人の Up Up On The Way っていうアルバムタイトルですね。それでお届けしているのも Up Up On The Way という曲です。もう大ヒット曲なんですね。これは Fifth Dimension、アクエリアスとか、ね、その黒人グループその大ヒット曲ですね。それでこれ1967年の録音であります。はい、それでもうブンブン吹いてますけども、なんていうんですかね、その全体を通して、他の曲も通して聴いてみると、その、まあ、ジャズの歴史の中でこれはすごいとかそういうレコードではないんですけども、まあ、何も考えずにですね、時々聴くレコードにはもってこいのレコードなんですね。だからといってこのソニー・クリスという人がもうプレイヤーとして B 級とかそういうことではないんですけれども、まあリラックスできるレコードなんですね。それでここで私の好きな、ここにメンバー書いてありますけども、タル・ファーローというギタリストが入ってます。1950年代もうバリバリでやってた人で、まあこれは1967年なのでもう10年後ぐらいですよね。ですので、まあはっきり言って彼のギターもそれほど前ほどのものはではないですけど もうとにかく全体を通して私は好きなアルバムです。はい、大ヒットしたこれ、まあこの LP 自体がですねヒットしたレコードではあります。もうソニー・クリスさんももともとウエストコーストの方から始まって1950年代が割と不遇だったんですけども、このプレスティジというレベル、ここで結構の枚数出してますけども、まあ、ここで地盤を固めたっていう感じですかね。はい、ということで今日はソニー・クリスの Up Up On The Way をお届けしました。バリレラのおいちゃんでした。じゃあいいよ。